あれ、ピンないかな。ピン、おはようございます。ちょっと待ってね。ちょっとね、アメブロ読んでくれた方いない？おはようございます。寝起き声だね。だって確かに寝起きです。あ、読んだですか？あの、頑張ってこれになったんですけど、どうですか？跳ねてはないんですけど、ボリュームが出ました。広がり、髪のなんていうの、モフってなる。わかりますか？モフってなる感じ。え、そうだよね、毛量多く見えるよね。なんかやっぱモフモフしてます。んーと、毛先はちゃんとストレートにして寝たんですけど、この辺はあの怠ったからだと思います。お腹は昨日の夜も痛かったんですけど治りました。今は痛くない。おはようございます。今日は去年の赤ちゃん生誕日で仕事行ってきます。わーい、いってらっしゃい。誕生日おめでとう。ありがとうございます。寝起きすぎて顔むくんでる。公式ブログの写真は過去写真かな。あ、過去写真ですあの前グランパス見に行った時の写真ですね。サッカー見に行きました。結構楽しみに。でも天皇杯はね、割と最近取ったチケットだったんですけど、なんかリセールとかでめちゃくちゃいい席取れて、あのど真ん中の2列目か3列目とかで見てたんですけど、すごかった。あ、そうですそうです、よく覚えてますね。ドロポジで着てた T シャツで。おはようございます。あの、一緒に行ってはないです。ただ行ってることは知ってた あ、そうですそうです、よくご存知で。なんかなんでこんなアシメみたいな前髪になってんだろう今日。ゴール裏はまだチェンジしないの？ちょっと予定はないですね。なんかもちろん応援することってすごく大切だと思うんですけど、落ち着いてサッカー見れなさそう。平日の天皇杯に行くとはガチですね。平日のっていうか、普通にもうパロマの会場でやるっていうのを知って行くしかねえってなりました。あの、これが豊洲だったら行ってなかったと思います。ショールーム用にアラームかけてくれたの、ありがとう。16日の鉄の当選しました、おめでとう。やばい、ちゃっちゃだった。来てくれてありがとう。そう、そう、めっちゃね、なんて、前の方で見すぎて迫力やばいし、なんか声とかめっちゃ聞こえるんですけど、なんか声ガスガスなんだけど、なんでだろう。でもなんか一人だったんだけど、一人ですごい一喜一憂してました。ちゃんと頭抱えるタイプなんですよ、サッカー見ながらとはって感じですよね。例えばこうゴール前らへんとかで
いい感じのクロスが上がってきて打った、あの私が応援してるチームがクロス上げてきて打った、外したって言ったらちょっとあーってなるし、入ったらあーってなるし、なんかもう一人で一喜一憂してました。声は出してないんだけどね、全く声は出してないんだけど、なんか喉がすがすです。今回は隣に解説お兄さんいた。今回は隣があの解説おちびちゃんみたいな、なんか結構あマジ幼稚園とか小1小2くらいの男の子だったんですね、隣でお父さんと多分来てて、でなんかすごい、まあ、子供だからゆえにすごいいろいろ言っててすごい面白いなって思いました。どっち応援してたの？いやもうグランパス応援で言ってたんですけど、はい、汎用昨日は本当にごめんねだって、いや全然気にしないでください、私こそ本当にすみませんでした。みんなに嫌な思いをさせてしまっていたら申し訳ない、ごめんね。そう、そうめっちゃすごくて、そう、そのちっちゃい子はなんかもうやっぱこう子供だからゆえに思ったことを全部口にするタイプの子だったわけですけど、すごいなって思いました。でも昨日はあの結構やっぱ見ててこうすごいハラハラドキドキするタイプのサッカーで、すごいいろんな感情にさせていただきまして、すごい楽しかったです。めいさんの球場でご飯食べないタイプの人間なんですよ、集中してみたいタイプなんだから、あのお茶しか飲んでない。そう、子供が家にズバズバ言うんで、そうなんですよ、昨日来場者数が5300人くらい来てたんですけど、まあ、パロマだったら結構5300人っていっぱいいるじゃないですか、あのラグビー場なんでね。そう、いやね、なんかサッカーを見てるとあのやっぱ前の方の選手が目に行きますけど、ディフェンスの選手もちゃんと見ながらって感じでした。あ、1000回目の方もありがとうございます。岐阜では食べてましたよ、もちまちゃんと一緒に食べてました岐阜。結構入ってるじゃないですか。でも多分いつも見に行くのは豊洲とかなのかな、全然人入ってないねって言ってて、あそうか人が入ってないのかこれはとか思いながらすごい見てました、面白かったです。いやそうです、ピッチ近い、豊洲さんも結構近めって言っても、まあ、高さはあるからあれですけど、まあ、割と近めじゃないですか、あの陸上のねトラックがない分、 FC 岐阜とかあとはそれこそパロマのラグビー場じゃなくてスタジアムの方だとあのトラックがあるんですよ、陸上のね、ただ陸上以外にも使うかもしれないけどトラックがあるから、その分ちょっと距離が遠くなっちゃうんですけど、そう、だから近めですごく楽しかったです。あそう、 FC 岐阜も勝ってね、 FC 岐阜は次 J1 のね福岡、アビスパ福岡とらしいので、いやぜひ勝ってほしいなと思います。とグランパスはね仙台のチームなんで、
で中坂はグランパスに推しがいなかったので、昨日はグランパスの推しを見つけに行こうと思ってこう見てたんですけど、まあ、基本的に結構若めな選手とかが天皇杯出てたんですけど、気になったのはマテウス選手と木田選手ですね。すごいなって思いながら見てました。他の選手ももちろんすごいなって思ったんですけど、すぐ推しって見つかるものですか？推しっていうか、なんかこうその日の例えば動きとか立ち回りとかいろいろ見て気になるなって思ったので、こっから追っかけて推していきたい。はい、推しになる基準は何かあるの？でもやっぱね、こうサッカーは私結構多分フォワードとかそっち系の選手が多分好きなんですけど、そうフォワードとかミッドフィルダーとか、あのトップとか、その前に出てる選手がすごい好きなんで、好きになりがちなので、なんかその辺の選手ばかりちょっとチェックしてしまっております。サッカー見に行ったことないから僕も行ってみようかなって。本当にサッカー見に行ったことないですか？じゃあぜひグランパス豊洲へ。サッカー選手もユニフォーム以外に推しグッズあるのいっぱいありますよね。今タオルとか、それこそ FC 岐阜の時とかがめっちゃ売ってたペンライトとか、あとはなんだろうな、タオル。でもなんかそれこそ、まあ、各ねチームとかによって全然違うかもしれないですけど、ぬいぐるみのマスコットとかだったり、それこそあのゆめちゃんのようなアクリルスタンドだったりみたいな、そんな感じですね。キーパー好きって言ってなかった？いや、キーパーもめちゃくちゃ好きだし、あの FC 岐阜の時はもうめちゃくちゃキーパーを見てたんですけど、そう昨日はちょっとね、こう攻めていく感じがをずっと目で追ってました。ペンライトありますよ、ナイトゲーム用のペンライトです。なかちゃん外国籍選手好きだよね、スポーツは。確かに。そう、でもあのマテウス選手はすごいんです。素早さとあのフィジカルの強さと、あとはドリブルの精度というかパスの精度というか、こうやっぱこう前に前に行く感じがすげーってなります。さん一緒に行きたいってツイートしてた、ね、そう一緒に、ね、今度は行きましょうねっていう話もしました。いやそうです、木田選手は今年の5月3日に初出場だったらしくて J リーグ、そうしかも同い年らしいです。半額だったのに追加してしまった、何を何を、あでも見てください、ストレートではないね、そううねうね。今日もコーチありがとう。天皇杯やルヴァンカップは若手の注目選手が見れるから楽しいね。まあ普通の、ね、J リーグも面白いですけど、確かにこう普段なかなかね出場しないとかそういう選手が見られるのも醍醐味ですね。サイリウム、あそうですよ、 FC 岐阜の時ですよね。そうそうそうだったそうだった。やばい声ガラガラだった。やばい、風邪ひいてるとかじゃないです、めっちゃ乾燥してます。そうこんな感じ。え、目も髪伸びたなって思った。じゃあ昨日のブログは長いの使ったんだけど、なんでか昨日ね、あの髪の毛髪型カタログを作ってたの、あの自分の髪型どれが似合うかなって調べるためにいろんな髪型をこう抽出して
髪型を見るためのアルバムを作ったわけですよね、携帯に。そう、でもなんかそしたらめっちゃ短かった、なんかこんくらいだった髪が。でもなんか伸びたなって感じます。そう、あの遠くから大丈夫です、多分今日の夜には普通に戻ってる。声出し応援はしてないですね、普通に静かに見てたんですけど。ストイコビッチは知ってるの？あのパパサクに教えてもらって知ってますよ。そう、なんかもう誕生日なのかっていう、すごい嬉しいような悲しいような気持ちにです。あげっぱなし心可愛かった、ありがとう。髪型とか髪色変えられるアプリなかった？ありますよね、今いっぱい。この前あの自分の画面を自分の顔、自分の好みに加工してたらなんか顔ギュンギュンになってた、もうギュン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 みたいな感じになってて、はい。ステップチェイクだった今。やっぱり目力がないからさ、化粧してないとのっぺらぼうみたいな顔ですね。そう、めっちゃギュンギュンしてました顔が。でもなんか輪郭とかはさ変えると背景までさギュンギュンしちゃうから、基本ここら辺のこのパーツだけを変えていくんですけど、すごいです。あ、生誕ティゲットしてありがとう。1週間ぐらい配信見れなくなった、見れなかった間大人っぽくなっててびっくりしてます。あ、本当に？そう、のぺらぼう好きですか、ありがとうございます。16の鉄の当たったよ、おめでとう。楽しみだね。今週マジ公演ないけどさ、そう今週マジ公演ないんですけど、月曜日から日曜日まで、あの実は毎日何かしらのお仕事を しているみたいなので、そう いい1週間です。契約 T の背中に18番スプレーしたら失敗しちゃっただって。そういうこともあるある、また見せてください。これって誰でもやるくないですか、大人っぽいって言われたら。そう、仕事嬉しい。今日仕事行ってきます、あ、今日仕事行ってきますじゃないか、仕事行ってきます、今日も入ってたよ、ありがとう。ファイト、みんなも。あーやばい、お腹空いてきたね、みんな。名前少し変えてみました、だってマンドリルに会ったことあるんですか。あ、52分、やばいね、終わります。中坂さん、レインボーガローさん、洗濯物、テニスラスカルさん、芍薬、黄色の巨人さん、ハート、アシュラさん、ハート、芍薬、芍薬、ワンワンさん、タラノム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 、音符、ピピピさん、タラノム、音符、白のクマさん、芍薬、ハムスターさん、アジサイ、緑のウサギさん、タラノム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 、音符、世界さん、雨、うさぎさん、タコさん、リボンクマさん、ね、インボーワンワンさん、雨ありがとうございます。そこにもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。えい、明日も朝配信、明日は夜配信、あ、どうしよう、あ、悩ましいね、どうする、みんな。18
応夜配信の予定ではいます。まあ、あれだったら公演前に配信します。ではランキング見ます。今日中身73位はてけてけてけてん、猫のアバターのさんです。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ。保険の朝、いや大丈夫、5時、夜の5時、午後5時から6時半までのどっかのタイミングでやります。では2時から読みます。いきます、せーの。中坂さん、ウニ寿司さん、ポケモンマスターさん、カクカクさん、トマトさん、 SKE のクーマさん、カトちゃんペイさん、ありがとうございます。イエーイ。あ、豚肉食べてない、昨日はねポトフでした。あ、でもウインナー食べたから豚肉か。ありがとうございます。13位、さあありがとうございます。お化けドローン。12位、さあありがとうございます。いちごパーコ。11位、さあありがとうございます。黒のうさぎ、ぴょん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 。10位、さあありがとうございます。マスクしてるクロミちゃん。ランキング変わったので読み、もう一回読みます。13位、さあありがとうございます。天使バタバタバタ。12位、さあありがとうございます。わーひひーん、パカラパカラパカラ。11位、さあありがとうございます。ドラゴンがおお。10位、さあありがとうございます。パンダシャンシャン。9位、さあありがとうございます。マスクしてるクロミちゃん。8位、さあありがとうございます。モフモフ。7位、さあありがとうございます。うさぎさん、ぴょん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 。6位、さあありがとうございます。ウキーウキーウキー。5位、さあありがとうございます。ピッピーフユッピー。4位、さあありがとうございます。正解はまるい。3位、さあありがとうございます。ワン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 。2位、さあありがとうございます。ハムスターカリ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 。そして今日の1位はドクドクドドクドクドドク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 ドンデン、さんです。イエーイ。せーの、ガロウさん、ありがとうございます。ということで1488人の皆さん、配信を見ていただきありがとうございました。コメントをしてくださった方、星ギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、メモのチェックよろしくお願いします。昨日はね、朝配信の最後の方に、ね、暴走してしまって本当に申し訳ないと思っておりますのでね、これから平常心保って楽しい配信をできたらいいなって思います。それでは終わりたいと思います。今日はワンチャン夜あるかもみたいなくらいです。ビレゾンちょっとだけです。まだあるかもみたいな、まちゃるかもくらいです。ということで終わりたいと思います。せーの、バイチャー、じゃんけんポン、あっち向いてほい。今日の合言葉はあと3日。バイバーイ。バイバーイ。イエイイエイ。耳。バイバーイ。